とりあえずわけわかんないんだな。そう、わけわかんないやつがいるんだわよ。で、そいつが、なんかそいつが、だから、なんかそいつのせいで、あ、そいつがなんかいろいろ言ったらしいんだよね。そしたらやめちゃったんだって。最初の頃なんかすげえ、ほら、うちらが乗ってた車にそいつが乗ったらしいの。乗ったらしいんだけど、ぶつけた記憶がないんだよ。で、ご体操に、なんか、自分が乗ってる車を傷つけんじゃねえよとか言ってて、で、傷つけた覚えないんだけどなって感じだったんだけど、で、ちゃんと綺麗にしたのよ。綺麗にしたら、その子が汚くしやがってとか言って、なんかね、で、たまたまさ、その、ほら、100キロ級のデボンナ、そいつを、おい、あんた100キロ級のデボンナって、名前のせいですよ。いや実際見たら本当そうだったんだよ。で、大井で見つけたんですね。で、大井で、大井の2号で見つけたんだよ。で、見つけて見たら、そしたら、何こいつと思って。で、お前の方もっと汚くしてんじゃねえかって感じだったね。で、その後に、なんかどうやら、下品な女がいたわけだ。あれ、下品もいいとこだよ、あんな。名前がだってな、香りに合うぞ、ジャスミンだぜ。言っちゃってんじゃん。こういう名刺出しちゃって大丈夫か。いいんだよ、別に。ジャスミンさん、100キロ級のデボーナーなんですか。あもうすごいブヨブヨして、なんかとんでもないのが言ってたからね。まあなんかいろいろ。大丈夫だよ、仲間だから、ジャスミンさん。俺もデボ男だから。まあ今、ダッツデボ男だからね。いや。お前の前まで愛嬌あるじゃん。ああほら、愛嬌あるよ。お前も愛嬌あるんだけど、俺、あいつのこと、ジャスミンっていうの知らないんだよ。話したこともないし、会ったこともないし、知らないんだけど、なぜか知らないけど、人が悪い、ほら、まあ、自分の板を作ったやつに乗っかって、それでいろいろと、なんかほら、3人組がいるんだよ、要は。その3人組の1人が1人じゃ行動できないタイプだろうな。なんだかよくわかんない。それで何俺のこと叩くんだよって叩かれてたね、去年まで。あ、去年今年か、今年の夏場まで叩かれて、まあなんかそれで、まあね、そのなんかリアトーク面白いな、この枠いや、面白いっつうかさ、バカなんだよね。なんかそこのなんかほら、社長もわけわかんないから、わけわかんないから、とりあえずそのなんか一番ほら、なんつうの、理解力あるなんかその彼に頼んでて、たらやっぱその彼もやっぱりそう、めんどくせえな巻き込まれるの嫌だからって言って、それで結局ダメになって、確かにめんどくせえな。なんかいろいろと今年はあったね。お前今年ももう終わりだぜ。